加茂サトは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。通称は、白ロウヒ茂氏筆頭モ老。はじめ赤座ハ人と,と名乗り、六角氏に仕えた。主家の没落後は浪人して、後にガ茂氏里に仕官した。天正十年、本能寺の変が起こると、ウ里の命を受け織田信長の一族を保護して、日の城に入った。 天正15、豊臣秀吉の九州征抜で先行を挙げ、後に、加納政を許され、加毛里安と名乗った。加モ氏の合図天保に従い、稲わしろ代となる。その後は、笠西大崎一期では、町の茂直と共に二番手の大将として活躍し、九個の乱などに従軍し、長沼城主となり、三万五百国を治療した。また、 出羽の大玉軍が、賀茂氏の支配下に置かれると、米沢城主となり、七万国を治療して使用期奉行の筆頭となった。天正十九年には賀茂家家中最高の七万国を治療したが、宇治里の死後、後を継いだ、秀行の第二里康の政務大ぶりに、不満のあった同僚の賀茂豪家、賀茂里成らと対立し、 まもなく秀行の寵愛を受けた古障の渡り八重門を上位打ちの名目で殺害したことにより、豊臣秀吉に残言されて、ガモ受けを追放されて、加藤清正の預かりとなった。はじめ徳川家康の取りなしで、石田三成の預かりになるはずであったが、秀行に疎まれたために、加藤清正の預かりとなったと言われる。また里康はキリシタンであったと言われ、そのことで後に、 小西幸長の預かりとなった。慶長5年、関ヶ原の戦いで東軍に属した加藤清正の宇と白攻めの際、捕獲された後に殺害されたとも合戦に参加して、戦死とも伝えられる。しかし、小西氏側の資料に記載がないことから定かではない。ありがとうございます。